ロと練習試合なんてめったにない。今までの1年間の全てをかけてプロを相手にどこまで通用するか全力でぶつかるのみ。早い。しかも手元ですごい伸びる。よーし、15ラブだ。反応いいな。目がいいのか。今のサーブマジだったよな。試合ってこと。もうそうちゃんいつもすぐ試合なんだから。10分間マッチか。師匠対兄貴だ。プロのボール。いや、試合で見たときはもっとたくさん球種があった。それをコースに打ち分けられたら手に負えない。待てよ、そもそも俺が手に負える相手なんかじゃない。よし、この10分間は何ポイント取られてもいい。とにかく1ポイント取ろう。そう考えればここで一か八かにかけられる。完全に山間。当たった。あれ、もう。ナイスリターン。でも次が遅いぞ。はい、サーティーラブ。まぐれで当たった渾身のリターンをエースで。いや、サーブが返せたのは第一歩だ。次はストロークに持ち込む。あ、外れた。フォーティーラブ。重い。このボール打ち方とか体の使い方とかいった次元じゃない。脚力、腕力、全身の力が違う。よっと。体格はそこまで変わらないのに。体の構造が根本的に違うんじゃないのか。池のやつマジでやってるな。さすがに力の差がありすぎるだろう。師匠は状況や相手に関係なく試合となればいつも全力なんです。そうかな。単に手加減が苦手なだけだと思うよ。一発狙いのリターンが当たってもポイントどころかラリーの主導権も握れない。こうなったらラリーでも一発狙い。ぎっと。さ、バレバレだろう。そりゃ相手が見てるのに打つ前に動いたらやられるよな。冷静になれ俺。でもいつもより早く反応していつもより強く打たなきゃダメ。よし。普通のことをやっててもダメなんだ。お、息が前に出た。ここを左に。だから動くの早えって。と見せかけて右。あっ、取った。ソウジ、そこまでだ。ゲームはダメだと言っただろう。ちぇ、まあいっか、ちょうど10分だし。ノート君、名前は何て言うんだっけ。ああ、丸尾です。丸尾栄一郎です。丸尾君ね。あと敬語はいいよ、同い年だし。ああ、そっか、うん。よし、もう試合はダメだけど次俺と打つ人。
もう準備できてるぜ。久しぶりだな。タクマさん困るよ。俺タクマさん相手だとムキになるよ。これ以上ハードな練習になるならやめさせるぞ。ちぇ、苦労しているな。お疲れ、A ちゃん。いやすごかった。でも兄貴もすごかったですよ。1ポイント取りましたし。あんなの本当の試合じゃありえないけどね。やった。これがトッププロのレベル。この感覚絶対に忘れないでおこう。いつかプロで戦う時のために。うっ、よし、掃除、そろそろだ。え、そんな時間？わかりました。じゃあ、ありがとうございま、ありがとう。師匠、お達者でー。さて、練習に戻るぞ。丸尾くん。え、はい。今日は体を休めておきなさい。はい。全然違った。タクマと夏は1週間後の全日本ジュニアを想定して屋外コートで最終調整。はーい。丸尾くんはこっちに。はい。特訓？さあな。さあ、今日からいよいよプロ育成メニューに入る。お願いします。君はラッキーなことに昨日プロと打ち合えたわけだが、今の君と池掃除では何が違うと思ったかな？とにかく全部が違いました。技術的なこと以前にもう根本的に体の構造が違うんじゃないかと思うくらい。そうだな。つまり君はこれから心、技、体全部を効率的に鍛えていかなければならないってことになる。こういう時はまず一番確実に効果が現れやすいところからやっていく。となれば最初は肉体改造だ。身体能力向上が最優先だが、同時に心と技も鍛えていく。いいね。はい。覚悟しているとは思うが、ハードな特訓になる。はい。君にここから2ヶ月間試合なしのスケジュールが組まれているのは、その間の体力を考慮してのこと。乗り越えてくれると信じているぞ。そんなにきついのか。じゃあフォア、バック交互に行くから全部取るように。はい。はい。なんて角度だ。全力ギリギリで届く距離、きつい。でも俺にだって積み重ねたものがある。望むところだ。はい、20秒休憩。今ので40秒。無酸素運動で40秒動き続けるのはプロでも苦しい。40秒無酸素で動いてテニスのポイント間の20秒休憩。練習はこのテンポで続くからな。そういうことか。さあ、20秒経ったぞ。はい。時間にも意味があったんだ。後でノートに書いておこう。さすがたくさんのプロを育てたコーチの練習メニューは完璧。あとは俺次第。よし、20秒休憩。今ので2回。これを15回まで続けるからな。15回。これはおよそ2ゲーム分のポイント数という計算だ。その後90秒休憩。これはコートチェンジの休憩時間だな。まずはこれを3セット。 3？ つまり6ゲーム分やってみよう。ちょっと待って、15回を3セットって45回。2回でもこんなに苦しいのに。20秒経った。行くぞ、40秒スタート。よし、20秒休憩。20秒じゃ回復できない。気になる？何が？そう、すぐに戻って。苦しい。
おい、緩めるな。この練習はフルパワーでやらないと意味ないぞ。きついのはよくわかる。激しいストップ&ダッシュで足の骨にはたくさんの小さな亀裂が入り、筋肉は肉離れはしなくとも炎症を起こし始め、疲労物質が急に体中を巡る。全身の細胞は酸素の供給を求めて心臓と肺に無理を強いる。今君の体は完全に異常事態だ。だがこれを2ヶ月続ければ、この異常事態は継続すると君の体が察知する。ここで初めて骨や筋肉を守るために体が変化を始めるんだ。一度完全にぶっ壊れた君の体はテニス専用に特化していく。よし、2ゲーム分終了だ。チェンジコート分の90秒休憩。あとまだ30回。よし、90秒だ。もう次はフォア、バック、ボレー、ボレー、スマッシュでいこう。そらボレーだ。もう一つスマッシュ。はい、戻って、フルパワーで前。おい、どうした？まだこれからだぞ。すいません、体が言うこと聞かなくて。少しだけペースを落としてもらっていいですか？だったら体に言い聞かせてやってくれないか。俺はテニスで生きていくんだって。もう16歳、プロになるには最初で最後の挑戦なんだってな。君が子供なら少しずつハードにやっていくよ。でも今の君がプロになるにはこれは最小限の練習なんだ。練習内容を変えれば君はプロを諦めたことになるが、それでいいか？姉ちゃん大丈夫？なっちゃん、俺もう少し早くテニス始めてればよかったのかな。ちょっと急にどうしたの？ごめん、あと30秒で戻らなきゃ。覚悟はしてたはずだ。でも明日も明後日もごくわずかの休みで、これが2ヶ月持つのか。俺の体、3セット目始めるぞ。頼むから持ってくれ。40秒。あと40秒だぞ。俺、テストなあ、白紙。はい、終了。答案用紙を集めろ。ちょっと待った。夢いったったった。せっかく眠れたと思ったのに、まだ3時前。体中が痛くて変に熱い。プロ育成メニューを始めて1週間か。疲れすぎると眠れなくなるっていうのは本当なんだな。もともと体がプロを目指すレベルじゃないってことなのかな。いや、まだ始まったばかり。プロになりたいって宣言しておいて、そんな簡単に後戻りなんかできるか。今は何を考えてもいいことなんて思いつかない。でも体の痛みだけはどうしようもない。どうせ眠れないなら。プリベイル、圧倒する。オーバーカム、打ち勝つ。ディフィート、任す。リープ、飛ぶ。ノット、うなずく。どうした？まだまだ先は長いぞ。すいません。よし、じゃあ一旦ボールを集めろ。ところで丸尾君、私は明日から大阪に行かなきゃならないんだが。え、どうしてですか？忘れたか？全日本ジュニアは明日からだ。タクマと夏が出るんだよ。君は練習があるから日帰りになってしまうが、一緒にどうだ？来年に向けて刺激になるぞ。はい。
今までなら何を置いても見に行きたいと思ったはずなのに足が重たい。今行くと余計へこむような気がする。ここが全日本ジュニアテニス大会の会場だ。おお、どうだ、来年のイメージはできたか。全員強そうに見えてそれどころじゃない。神奈川からは宮川、大林、荒谷、拓磨の4人がエントリーしている。宮川くんと大林くんがノーシード、荒谷くんが16シード。さすがに拓磨さんは第4シードか。だが拓磨の上にまだ3人いるということだ。それじゃあ私は夏を見に行くから、君はシード選手を見てくるといい。あ、はい。九州代表第5シードの神田久志、すごく安定した力強いスピンボール。背なんか俺より低そうなのに。もしこの人が拓磨さんレベルなら参考になるかも。瞬速を生かしたライジング、やっぱり脚力はあるんだな。ん？あ、偵察しながらパソコン？なんか同じ匂いを感じる。さすがに全国だし、データ収集とかもデジタル化かな。ノート同類かな。偵察は手軽な方がいいから、実は手書きがいいんだよな。よ、たくまさん、たた筋肉痛が。試合に出てないお前がなんで知り合いなんだ。ん、誰と。江川くん、どうも。え、たくまさんの知り合い。知り合いもない。テニスタイムズの宮本だけど、ちょっといいかな。みんな神田くんを見に来てるんでしょ。1年生なのにインターハイでは個人戦ベスト4。1年生、年下なんだ。団体は柳瀬高校優勝の原動力、今年の新人の目玉だもんね。後で君たちにも個別にインタビューいいかな。江川くんにはここ最近復活してきた要因があるなら教えてほしいな。2年生にして優勝候補の名前くんにはこの大会に向けた抱負を一言。優勝候補って僕第2シードですよ。この人が第2シードで優勝候補。俺と同い年で拓磨さんより上。じゃあ後でよろしく。君、名前は。あ、丸尾栄一郎です。よろしく。丸尾くんは随分研究熱心なんだね。え、この大会には出場してないんだよね。ああ、そいつ一応プロ志望だぜ。そんな顔して来年のこの大会狙ってやがんだ。なんで拓磨さんがそんなこと知ってるんですか。最近の練習見れば丸分かりだ。俺以外もみんな知ってる。お前筋肉痛だろ。あ、そうなんだ。そもそも僕らの世代は江川くんが一番強かったんだけど、池宗司が彗星のごとく現れて、それからしばらく江川くんは出てこなくなった。池宗司。池くんの圧倒的な強さは僕にもショックだった。でも僕はすぐに切り替えた。江川くんはなまじい才能がダントツだったから、それがなかなかできなかったんだと思う。そこから本当に復活してきたのなら、この大会の大本命は江川くんだと僕は思っている。確かに最近調子いいってコーチも言ってた。嫌いな体力強化も頑張ってたし。なるほど。ん？何？その成績表みたいなの。強い選手は事前にいろんなデータを集めるようにしてるんだ。強さが具体的に分かるように。丸尾くんはテニスが強い人ってどんな人だと思う？え？テクニックがあって、体力があって、精神力があって、できるだけ何でもある人は強いんじゃないかな。僕も大体同じ意見だよ。え？テニスってのはさ、約10メートル四方の枠の中で、時に時速200キロを超えるボールを3時間以上たった一人で追い続ける競技だろ。いきなりテニス論を語り出した。つまりテニスには短距離走より短い10メートルの瞬発力、マラソンより長い3時間の持久力、メジャー最速のピッチャーより速い200キロのボールを見極める反射神経と判断力、それ以外にも多くの球種を打ち分けるテクニック、針の穴を通すようなコントロール、そして何よりこの多彩な能力を駆使して一人で戦う精神力が必要になる。それだけに
この中の何かが一つでも足りなければそこにつけ込まれる。だからこの表で言えば A と C が同数あるならそれよりも全て B の方がいい。つまり総合力を持つ人が強いと思うんだ。理想は何一つ妥協せず全てをレベル A に引き上げること。僕はそのオール A を目指してるんだ。まだまだ先は長いけどね。オール A、 これはあくまで僕の持論だから理解してくれると嬉しいよ。丸尾君なら分かってくれると思ったから話したんだけどね。3セットマッチ、ナバエサービスプレイ。オール A か。実際どんなテニスなんだろう。あれ意外と普通だ。15ラブ。でもしっかりポイントは取ってる。効率よく相手が苦手のバックをついたんだ。お、ナバエが前に詰める。アウト、30ラブ。ナバエってなんで強いのかよくわかんねえな。ま、うまいっちゃうまいけど第2シードの迫力はねえよな。いや、今のは相手がミスしたってより誘ってミスさせたんだ。40ラブ。今度はさっきと同じコースに違う球種の速いサーブ。いや、速くはない。落差が大きいから速く見えるんだ。表情が変わらないから分かりにくいけどきっと一球一球全部思った通りに試合を進めてるんだ。一見地味だけど効率的で無駄がない。これがオール A を目指すナバエ君のテニス。ゲームナバエ 1-0。 あ、マロウ君発見。ん？あ、宮川君、大林君も試合終わったの？うん、僕たち二人とも負けたよ。これで神奈川は拓馬さんと荒谷君に頑張ってもらうしかないね。まさかこの二人が一回戦で負けるなんて。これが全日本ジュニア。俺は来年ここで戦うんだ。って佐々木さん誘ったんだけど文化祭の準備が忙しいって断られちゃってさ。俺も実行委員なのに佐々木さんに任せっきりにしちゃって申し訳なかったな。次の地獄の肉体改造期間までできる限り佐々木さんに恩返ししないと。そうしろそうしろ。次回のベイビーステップは肉まんと焼きそば